本数的には5万から6万の間だと思います。皆さんよくご存知のソルボンヌとか、あと、まあ、一部マーロンとかテーブルダンスとか和製のものと奥手のものを混ぜながらですけど、メインは母の日向けはうちはソルボンヌ多いです。ソルボンヌというのはですね、すごく偉大な品種でですね、ソルボンヌ出てから20年以上毎年どこでも作られている、世界中で作られている品種なんですね。母の日って1日しかないので、そこ過ぎてから出しても意味がないというかね、この時期に出そうと思うとしっかり出てくれる品種なんですね。データの精度をしっかり体現できてくれるのはやっぱりソルボンヌとか古い品種ですね。母の日向けっていうのはやっぱり母の日って特別な日であるし、それが過ぎてしまうと、まあ、意味がないとは言わないですけど、やっぱり送る方も送られる方も 100% の満足にはならない。もちろんその使うお花屋さんだってどんなにいいものが出てもやっぱり母の日前に欲しいじゃないですか。しっかり合わせるような管理は本当に気を使うというか一番神経を使うところです。ハウスって移動できないので、もう土は財産なんですね。もうやっぱ財産を目減りしないように、ユリも育てるんだけどその前に土をしっかり育ててやる、維持してあげるっていうようなこともすごく気を使います。やっぱり作物を得ることっていうのは土にとっては非常にストレスらしいんですね。でやっぱり目減りしていくものなので、目減りしないようにしっかりそこに手当てをしてあげる。多分これはどんな作物作ってらっしゃる方も、どこでやってらっしゃる方は一番気を使ってると思いますね。食べ物を作っている人たちは食を支える、安全安心なものを作る、それを支えているけれど、我々はその花を飾る、花を贈る、花をもらう、そういう文化を支えているんだ、そういう自負を持ってやってるんですね。そうですね、皆さんの豊かな暮らしを想像します。頑張ります。